大葉切り鉢、メガチャイルスカルプチャーリスは、大型の花鉢。巣を松屋にで作る習性を持つ。大型の花鉢で、体長は、メスで20から25ミリメートル、オスでは13から20ミリメートル。全身は黒く、胸部と腹部第一節の背板に、黄褐色か、赤褐色の毛を密生する。羽の基部は、高褐色で、先端に向かって、次第に黒くなり、 死根の光沢を持つ。死脈は黒い。頭部には黒くて、短い毛が多い。腹部の二節以降にも黒い短毛があり、特に側面と尾端に多い。ふわしには、高褐色の短毛が多く、後ろ足内側の毛は黒い。オスでは頭部に、気褐色の短毛があり、また、腹部末端は丸い。有成虫は6から8月、メス、成虫は8から10月に出現する。 はきりは地類は植物の葉を切り取り、それを使って巣を作ることからこの名があるが、本種は葉ではなく松屋ニを使う。葉切類、クズ、青切り、カラスザンショウ、トウネズミ餅などが放火植物として挙げられる。主たる花資源植物はクズで、この花から花粉と蜜を集め、花粉団子として幼虫の餌とする。幼虫のための巣は竹筒など、 既存の筒状の構造を利用して作る。缶の奥から集めてきた松屋にで壁を作り、そこに花粉団子を詰め込み、一定量に達するとその上に散乱し、松屋にで壁を作って封じる。そうやってできた新たな松屋にの壁の上に新しい花粉団子を詰め、散乱しては松屋にで封をするので、缶は一定間隔で仕切られた部屋が、 呪術なぎになった状態になり、奥のものほど古い部屋である。最後に管の入り口に封をするが、この封だけは土が使われる。日本では北海道から奄美大島にかけて広く知られる。沖縄や八重山からの報告もあるが、口実の種との関係もあり、再検討が必要とのこと。国外では中国、朝鮮、台湾に分布する。ただし、 アメリカ東部やヨーロッパ南部に入手として侵入、分布を拡大しつつある。よく似たものに、ズグロハキリバチ M モニアッコラがある。外形や色彩等はよく似ているが、本州よりやや大きく、腹部の天国がより細かいことなどで区別できる。また、分布はアモミーナンの琉球列島で、日本本土では混同の仕様はない。ちなみに、ズグロハキリバチは、ハキリバチ類では、 日本最大の種であり、本種はほぼその大きさに迫る。安松他では本種をもって、本邦山最大のハキリバチとしているが、この種を含めているのかもしれない。なお、分類的には、近くないが、キムネクマバチとは大型で黒い胴体と黒い羽根、それに、黄色の毛を密生する胸部という点で共通である。ただし、本種の方が体型が細長い。大型の蜂であり、 よく目立つので怖がられることがある。特に8から10月に、メスが羽化する直前の巣の周囲に、オスバチが集まり、時に、数十頭が高い葉音を立てて群飛することがあり、恐れられる。ただし、人を襲ったりはしない。毒針を持っているから刺せば有毒である。梅谷編では有毒としながらも、危険な蜂類の例には取り上げていない。ただし、 ごくまに重篤な症状を引き起こすことが知られており、60歳男性で、右手配を本種に刺され、腫れ上がり、水泡を生じ、10日で、右手外そし、最終的に右手切断に至った例が知られる。ここまで重篤かつ長期にわたる例は、八首相全体を見ても例がないという。ただない、村を、P306 以下、主として、石井保編、P1488 ただない、 村を P306、前田ほか、P71、77ただない。村を P305 ただない。村を P305 安松ほか、P308 埋めた二辺、P98 埋めた辺、P58 吉江、松井。ありがとうございます。